ベナスタルです、アミゴス。どうも PJLL のパハロンです。はい、まあ今日もね、東京の思い出話もう尽きることがないのよ。本当はめちゃくちゃ本当はずっと喋っていたいのよだけどそれやっちゃうと動画にならんからさ、まあある程度まとめて喋りますけど、まあ今日はね、ちょっと皆さんも多分見たかったんじゃないかなと思う例のやつ届いたんで、ちょっと持ってくるね。待ってて。うい。何かわかるか。何かわかるかい、これ。これね、見て、これちょっと。これちょっと見て。はい。新日本プロレスリング、2020年1月4日。わかりますよね。はい。そうです。ロイヤルシートの椅子でございます。はい。これね、届いてからね、まだちょっと開けてないの。何の準備もしてないんだけど、動画を撮るためにね、あれなんだけど、ちょっとね、開けるね。いや、でもこのさ、新日本プロレスリングって書いてあるからさ、この箱やっぱ捨てられんよな。これも、この段ボール箱も取っといた方がいいよね。ねえ。うん。いやーね。はあはあはあ、これでこっち、あ、こっちね。よいしょ。ここにもあるんですよ、これ。新日本プロレス。ね、2020年1月4日。ああ。やるね。さあ。さあ。ということで。あらら、ちょっと待って。ちょっとお待ちを。こっちはこう、あ、はい、はい、あ、ちょいちょい、はい、はい、あー、はい、はい、こういうことですね。それじゃあ行くよ。あ、まずは、こう、裏側からか、こう、お、よいしょ。ババンとこう出してきたわけなんですけど、こちら、はい、わ、すごいっすね、これ。後ろにさ、重いな、この椅子。後ろにさ、僕が見てた4列4番っていうのが、西側4列4番っていうのも貼ったまんまになってる。え、すごいね。その時の空気、その、あ、やべ、後ろが見えてる。まあ、いっか。で、背もたれ。ね。背もたれはこんな感じなんですよ。レッスルキングダム14、東京ドーム。ね。こんな感じになってます。でも、見えちゃったんであれなんですけど、これね、開かずに見せるか。よいしょ。座るところはね、こんな感じの絵になってるんですよ。これまあ、ツイッターで写真であげたんで、見てた人もいると思うんですけど、座るところはこんな感じですね。はい。まあ、岡田、いぶし、ジェイ、内藤。まあ、この4人がね、ここに、こう、いるという感じです。で、普通の丸いパイプ椅子とかではなくて、こういう、ちょっと細めの、でもすげえ頑丈ですよ、これ。かなり、頑丈なものだと思われます。はい。なので、めちゃくちゃしっかりしてる椅子ですね。うん。重いしね。普通のパイプ椅子より全然重いっす。はい。なんならこれ、普通のパイプ椅子、二つ
2つ分ぐらいの重さかなになってます。です。広げるとこういうことですね。はい。広げるとこういう感じでございます。はい。レッスルキングダム14と。僕はこの椅子に座って、あの1月4日の試合を、まあ、観戦していたということでございます。皆さんいかがですか？これがロイヤルの椅子でございます。はい。まあ、これね、持ち帰りもできるんですけど、当然僕は東京民ではないので持ち帰りはできません。なので佐川さんに配送してもらうんですけど、まあ、配送料は3000円でございます。はい3000円ということになりますので、まあ、なかなかお高いですけど、まあ、しょうがないですよね。うん。これでもどこに置くこれさ、これどこに置くよ。毎回これでやるかこれ見よがしに毎回よーとか言いながら今日の動画はさーとかって言いながらこれでやるか毎回。いやーでもこれはさー、どこに置くよ。もうまあ、スーツケースの後ろに置くぐらいしかできないんだけど、あ、こう立てかけとくか。この状態じゃなくてこの椅子として、あ、でもそうすると裏側に絵がいっちゃうんだよな。こうだからね。はい。こうだからね、裏側に絵がいっちゃうんだよね。どうしたもんかな。まあいいか。あれ？これどうやって折りたたむの？あ、こうね。広域のっていうことなんだ。広域の、こうだから、これで、あっちに立てかけて、ケースの後ろになると、ここだけ見えるとかって感じにならんかな。ちょっと動画中に全部試すっていう。ね、あれだけど。見えねえな。これ見えませんね。こうか。わ、見えないな。ギリかろうじて何かあるぐらいな状況やな。まあいいかちょっとね、やっぱ部屋がね、もう正直ね限界なんですよね。いろんなものを置いたりとかするのに、部屋の広さがもうちょっと限界に来てて、ちょっと正直引っ越ししたいんですけど、まあ、この部屋のコスパが良すぎるからさ、引っ越しできないんだよね。やっぱ早く、こう、パートナーを見つけて、パートナーを見つけて引っ越しして、ちょっと広い部屋と広いキッチンを手に入れて、ちょっと料理コンテンツとかもやりたいんだよね。正直ね。まあでも、まあこれがね、ロイヤルの椅子であると。いうことでございます。で、あれが 1.4 ね、の椅子なんですけど、で、黒だったじゃないですか。で、1.5 はですね、僕現地で見てましたけど、1.5 はですね、あれが白色の椅子になります。で、白色の椅子になって、さっき4人の絵が描いてあった部分があるんですけど、あれがですね、重心サンダーライガーになります。はい。これね、多分ツイッターとかで検索すると、多分出てくるんじゃないかなと、写真撮って僕上げてる人のちょっと見たんで、多分ツイッターとかで検索すると出てくると思います。はい。なのでまあロイヤルに座ると、まあ毎回同じなのかどうか知らないですけど、こういう特典がねつくのかつかないのか分かりませんが、ロイヤルは確か何かしら特典がつくのは間違いなかったと思います。毎回ね。なのでお高いですけど、まあその分非常に思い出に残る
っていう思い出に残る品ですねもゲットすることができるという形になるかとは思いますので、まあ、ぜひ一緒に一度はねロイヤルっていうのがねいいんじゃないかなという感じはします。僕はもうほんとたまたまもう偶然ラッキー最初で最後と思ったので ロイヤルを引くっていうね、まあもしかするともう一回ぐらい行くかもしんないけどでももうね前回の動画でもお話しした通りだけどな、まあ費用がねめちゃめちゃかかるからな、やっぱねここぞという時しか行けないけど、まあ東京ドームチケットって何があるかわからん状態で買わんといかんからな、そこがねっていうね感じはしますね。はい、まあただまあこういう風にね思い出に残る品が手に入りますので、まあまあこれファンクラブに入ってないとね、おそらくもうロイヤルシートはファンクラブ選考だけで埋まるので、ファンクラブに入ってることがまあ第一条件になるかなと思います。で抽選で当選するというですね、ほとんどそういう形になるかとは思いますので、今の新日人気から考えるとね多分そんな感じでしかないかなというところですね。なのでまあぜひね、たまにはっていうか、ここぞという時には一回勝負をかけてもいいのかなという感じはしますね。あとはまあでもここぞっていう時にっていうことよりももう抽選でしか当たらないからね、とりあえず第一希望はロイヤルでみたいな感じでもいいのかなと。でまあ東京ドーム観戦ガイドでも言いましたけど、それ以外はまあ正直言うとちょっと遠めの席でもいいんじゃないかなっていう感じはしてますね。でワール飲みながら軽食食べながらもっと気軽に東京ドームに行ったっていうことを言うためだけに参戦しとけばいいんじゃないかなっていう感じはしますので、まあ楽しみ方は皆さん人それぞれだから、自分の楽しみ方をぜひ見つけてくださいということで、まあでもおかげさまでいい思い出があそこに追加されましたね。ちょっと本当にこの部屋を引っ越ししたいけどな、まあちょっと考えようかな本当にな、引っ越ししてもいいけど、あれだな、 YouTube 登録者1万人ぐらいいったら引っ越しするわ無理だと思うけど1万人は早々にいかないと思うけどね、まあもし1万人いったらね考えるわ引っ越しをということで、まあ皆さんぜひプロレスグッズね、いろんなもの皆さん持ってると思うので、まあぜひそういったのね、もしあれだったら飾ってる様子とか写真とかに撮ってYouTube のコメント欄に貼れればいいんだけどね、貼れないから、多分Twitter とかで僕に見せていただける方は、ぜひ、なんか、思い出グッズコーナーみたいなのね、あれば、ぜひ僕宛に Twitter でリプ送ってもらうと、僕が喜びます。ということで、まあぜひ、いいなと、ロイヤルいいなと思ったらチャンネル登録、高評価ね、ぜひお願いしますね。まあ、ということで、1万人にね、チャンネル登録者が1万人だったら僕引っ越しできるかもしれないから、よろしく。ということで、皆さんまた、次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。